トラップコードスイート14がリリースされました。今回のバージョンアップではパーティキュラーとフォームがそれぞれ3にアップグレードします。トラップコードスイート14の動作環境は After Effects CC2014 から2017、 Windows の7から10、 MacOS の場合は 10.10 から10.12 となります。それではトラップコードパーティキュラー 3.0 の新機能を紹介します。平面を作成してパーティキュラーを適用します。なおトラップコードプラグインは RG トラップコードフォルダに収録されます。エフェクトビルダーがデザイナーとして生まれ変わりました。エフェクトビルダーはコンポジションサイズやカメラ情報を引き継いで UI を起動することができなかったのですが、デザイナーではコンポジションサイズやカメラ情報を引き継いで独自 UI を起動します。例えばカメラを引いた状態にしてデザイナーを起動すると、デザイナー上のプレビューにカメラの位置情報が反映されます。デザイナーを起動します。新しいプリセットが追加され、パーティキュラー3は合計で300以上のプリセットを収録します。続いての新機能としてシステムが追加されました。システムを使うことで一つのレイヤー上で複数のエミッターを管理することができます。Add システムをクリックしてシステムを追加します。追加されたシステムはデザイナーの左下部に表示されます。追加したシステムを選択した状態でプリセットを適用します。表示を切り替えてプレビューしてみます。アプライをクリックしてアプリケーションに戻ります。システムを個別に調整する場合は調整するシステムを選択します。システム2を選択してポジションを調整します。続いてエミッターの新機能、OBJ エミッターを紹介します。エミッタータイプで OBJ モデルを選択し、Choose OBJ をクリックします。プリセットで収録されている OBJ モデルを使ったり、自身で制作した OBJ モデルを登録することもできます。自身で登録した OBJ モデルはカスタムに表示されます。新たに OBJ モデルを登録する場合、 Add New OBJ から登録します。 OBJ モデルを選択して OK をクリックします。オキシダリーシステムにも新機能が追加されています。各パラメーターにキーフレームを打つことが可能になったことにより、より多彩な表現が可能になります。最後にパーティクルタイプのスプライトの新機能を紹介します。スプライトを選択して Choose スプライトをクリックします。プリセットとして270以上のスプライトが搭載されています。
自身で作成したスプライトを登録する場合は、Add New Spriteから登録してください。以上、トラップコードパーティキュラ3の新機能紹介でした。